ここに魔法の穴があるんですけども、これがどうして魔法の穴かということを今から言います。この魔法の穴を写真の上に載せて黒いものの上に持っていくと、なんとなく穴が開いているように見えますよね。ではこの魔法の穴をよく見ててください。魔法の穴が一人でに動き出します。そしてこの穴が本当の穴に変わっています。でもこれをつまみ取るとまた元の魔法の穴に変わってしまいます。